小西茂直小西茂直1月15日から1948年7月21日は日本の教育学者、第九代京都帝国大学総長、山形県米沢市出身、旧名は与吉。尊敬していた杉浦茂武、中村正直より一時を取り、茂直へ改名した。父は旧米沢藩士、富所幸吉。 富所家は一刀流師範を務める家であったが、明治維新後の生活は苦しく、父の死後に母は、小西と母子真珠を企てた。その後母のいとこである旧合津藩士、小西場の城の養子に迎えられる。私立日清館、福島神城中学、二校に学ぶ。二校時代は学費に苦しみ、廃屋や廃寺で生活し、襖を布団代わりにしていた時期もあったが、 米沢教育会の援助を受け、東京帝大を卒業した。卒業論文は、倫理上の字が恩師の銀時計を授与されている。ドイツ留学を経て、7高校長在任中に、沢柳正太郎の招兵を受け、京都帝国大学教授に就任。西洋教育学に、広瀬丹僧、細井平衆などの思想を取り入れた、独自の教育哲学を確立していく。 文学部長在任中に代表的著作である教育の本質感、老作教育を刊行した。1933年に京都帝国大学で起きた滝川事件の際は総長を務めていた。この事件は学問の自由と大学の自治を脅かす出来事として後世に語り継がれる出来事として有名だが、小西は大臣の要求を最後まで拒否し続け、総長を辞職した。 もっとも、小西の態度は逃げ切れないもので、文部省、京大各学部と、京大法学部官の板挟みになった面はあったものの、滝川事件のような大問題を処理する総長の器ではなかったとの表もある。なお、小西の八方美人ぶりについては、同僚、浅永三十郎のこととして、小西君に褒められたってちっとも嬉しくない。原君に悪口言われても、 じっとも腹が立たないようにと言われたほどだという。その後、創立に関わった玉川学園、成城学園の顧問を務めながら、自身の持つ教育館を実践し続けた。その実践の一つとして、アジアを支えるための技術者育成を目指し、講和工業大学の創設に関わった。当時の講和工業大学は、全寮制で、定大に次ぐ工学教育機関として、 工学を志す優秀な若者が多く入学したと言われている。また、立命館大学予科、立命館中学校学館としても活躍した。太平洋戦争戦後には、祖国日本の再建のため自ら開墾を行う、生活を送るとともに、自らが幼少期に受けた数奇な運命の記憶から、戦争孤児への教育に対する激励と協力を、 おしまず行うなど教育に人生をかけた人物と言われている。合図会会員。合図中学の前身。小西在校中に廃校となる。上杉持則の発意により設けられ、上杉家や米沢出身者らが出資した育英団体。合図会雑誌第61号1937年。ありがとうございます。